はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画は、一つは今日納車の22モデル、そして19モデルのフルラッピング仕様、いかつい、今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、じゃあ まずはこの気になる、いかつい、これ色塗装ですか、これ何ですか。これはラッピングです。ラッピング、はい、うん、ラッピングで大体どれぐらい費用は、これで20万円ぐらいまあするな、まあするな、僕も思いました。まあする、10万未満かな、まあまあするよね。乗りではできる金額じゃないねそして触ったのがまずラッピングで、もう前からミラー、ピターこ、あ、これ、あ、指示器もあるんだ。そうです。え、どんな感じ。おお、流れる、流れます。いやー、押さえてるお、すごい。え、これミラーで、これどこのメーカーですか。これはイタリアの BB レーシングっていうメーカーなんですけど。イタリアの BB レーシング、はい。高そう、いくら、これでいくらぐらい。これで大体7万いかなかったぐらいですあの、金銭感覚がおかしくなる。すごいなぁ。そしてこれもラッピング。いや、それはもともとの、あ、純正ね、純正ね。そして、あ、ライトカバー、これ、はい、これ実際どうなの、あのライト、光は一回ですね、はい、まあ夜はもう全く見えないやっぱり、やっぱり見えへんねや、はい、ただまあこれが、これ見えるんで、ああ、ああ、マジックテープか、夜仕様手間やなすごいな。まあでもスタイルね、そうです、スタイル重要やもんね。すごいな。そしてぐるっと回して、このスライダーも初めて見た。これがプーチのスライダー。あ、これプーチのやつね。はあ、いろいろ探して、まあアイラとかあったんですけど。あるよね、スタンダードよね、はい。ちょっと人と違う方がいいかな。確かにね、もうこれかぶり感ゼロよね。そして、はい、見て、はい、はい、見て、カーボンスタンド初めて見た僕。すごい、すごい。カーボンスタンドって大体いくらぐらいするの。これ5万円この棒、棒5万円5万円、毎回蹴ってます。5万を切ろう。この5万ヨーダさんだすごい。そして、あ、チタニウムって書いてる、これはどこのステップ。バルターモト、バルターモトさん、はあ、かっこいい。このオリジナリティがあっていい。そしてシートも違う、シートもこれはロリモトというところで、まあ上、表面だけ張り替えてる。はあ、こだわり感半端ない。スウェード気持ちいい、すごいな、めちゃくちゃかっこいい。そして反対側、マフラーは、そうか、入れたんですね。そうですね、これは BMW の、まあ、純正のオプション。あ、ほな、これ BM で純正で買ったんですか。はい。え、これ、これ実際買ったらいくらするの。15万ぐらい、いや、17ぐらい、17ぐらい、17、なんか今までの振りがあったからなんか安く感じるまあ17万ぐらいだろうと思ってしまう。はあ、すごいな。そしてフロントも、あ、これも初めて見た。あ、これもあの、スカットロックの、あ、こういうタイプ、あ、すごい、あ、パンチバイブレーションの、そうです、うん、確かにスマホいっちゃいますからね、らしいね。スマホ全然壊れないね。いいですか、スマホ壊れるとね、もう17万どころじゃないもんね、いろんな情報も入ってるし。あ、そして、お、え、何、赤ライト、え、何これ。あ、これがブレーキ、あー、ライト、指示器は、指示器は同時点灯ので、あらら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 、まあ、あまり公には言えない。まあそうやな、まあまあせん、公には言えないけど車検は通らんなすごいな、かっこいい。いや、あ、タンクパッドも、あの一個一個がやっぱりオリジナリティがすごい、個性がある、あ、この、うん、SNRR は、これはかっこいい。もうオーナーさんのこの趣味趣向がもうガチガチ入ってますね、うん、素晴らしい、かっこいいな。いい、まあ、そしてこれね、ぐらいな、もう定番な、でもこのカラーリングは実は迷わなかったんですか、この色にしようっていう。実際そのまあちょっと参考にしたやつがあって、それはもう黒と金だったんですよ。なるほど。で、一応このお店に持って行った時に、はい、もうちょっとオリジナリティやった方がいいんじゃないかということで、うん、そこの店の人とこう見ながら相談して、で、ちょっと違う
なるほど。この黄色が車のあの M4 とかも、ああ、あっちの色っていうのだったんで、やっぱ色あの意味があったんですね、はい、かっこいい、すごい、もうただただいかつい、ありがとうございます。そしてこれはこれでまたね違うんですよね、22モデル、これ色はなんていうカラーでしたっけ。ミネラルグレーメタリック、あーっていうんだ、はあ、ミネラルグレー、なるほどなるほど、本当に今日の今日の納車、いやかっこいいな。マフラーは元から入ってるんですよね、そうそう、その17万円のマフラー、うん、M 線と一緒かな、そうやな、で、そうか、ホイールが何か言ってたよね、ホイールがグレードダウンされてる、あ、なるほど、標準でも鋳造ホイールになってる、単造じゃなくて、あー、そうか、木の幅ちょっと狭なってるんで、うん、もともと S 線って200やったと思うんですけど、はい、これ190になってます、あ、ちょっとそこも変わってるんだ、なるほどな、あとはフロントディスクがフローティングじゃなくなってる、これね、なるほど、その辺のコストカットはされてる、アップダウンがあるんだね、そうか、そうそう、あとね S 線も M 線もそうなんやけど、このリングつくよね、オイルの、あ、うん、これはもう独特よね、最初僕一回これで大丈夫っていうことでメント入れたこともあったぐらいで、 あ、そして、あ、ライトにここに BMW LED って入ってる、これなかったよ、ほんまにと思うよ、主張しだしたから、ちょっとチェックしようか、発動かマジックテープ、入ってるやん、入ってるやん、入ってる、入ってる、入ってた、山ちゃんのだけ入ってなかったかもしれない、あ、そうだ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 、なるほどな、でもこれ色がメタリック入ってるもんね、そうそうそう、もうこれは好きやな、うん、傷もやっぱちょっと目立ちにくいもんな、でもそこから大きい変更ってあったんかな、ないです、あ、うん、でもフォンカラーリング変更だけで2022年モデルは、あ、そういうことな、あとそのパッケージングの変更で、うん、こうやってM のマフラーが入る側にあのホイールが鋳造になったりとか、うん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 、まあ強いて言えば、まあ、ホイールぐらいか、そうそうやね、あとはなんだかんだつけていくしな、うん、でもやっぱりこの黒のマシンってやっぱりシマってかっこいい、黒はもう定番でかっこいいな、で黒に黄色、黒に赤、両方めっちゃ映えますよ、かっこいいわ。でもなぜ、もう一回聞きますけど、エッセンを選ばれたんですか、まずしおちゃん。この前にネイキッド乗ってたんです、国産の、はい、で国産のネイキッド乗ってたんですけど、僕なんかはやっぱりレーサーレプリカ全盛期の世代だから、確かにやっぱりこの今 SS 乗りたいな、おっちゃんになって、なるよね、でまあまあいろいろ見てたんですね、国産も、輸入車も、うん、でその中で、まあ、僕これ発売当初2009年に発売した当初の初代から、まあ、かっこいいなと思ってて、うん、それを思い出して、なるほど、でいろいろ S 線を探してたら、Q さんの YouTube で、うん、もっと欲しいなって、ありがとうございます、なるほど、ほんで最初僕黒悩んでたんです、真っ黒、そうやったね、ストームブラックやったから、ブラックストームやったから、うん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 、真っ黒悩んでて、もう買いかけまで行った時にこれが出るっていう情報が入って、そういうタイミングだったね、現物も見ずにその情報だけで注文したと、正解やね、正解ね、黒はいいわ、あとあれ、キちゃん、なんでエッセン行こうと思った？僕は、そうですね、もともと違う方のバイク、今までずっと、まあ、アドベンチャー系とネイキッド乗ってたんですけど、あ、そうなんだ、まあ、その乗ってたんですけど、心の底にはバイクといえば SS かなっていう思いはどっかにあったんです、あるね、で、ただちょっと腰が弱くて、うん、乗れへんかなってずっと敬遠してたんですよ、ね、なるほど、うん、でもうやっぱり、まあ、S 線前の方とかかっこいいなと思いながら見てたら、うん、でちょうど試乗車、うんうんうん、で、まあ、ちょっと乗せてもらったら思ってたよりいけるじゃんと、はい、おお、なるほど、はい、でも行っちゃえと、いや勢いいるよね、勢いです、ね、あの50万100万のものじゃないからね、はい、はあ、そうですか、いやでもかっこいい、この2台めちゃくちゃかっこいい、いい、いやでもね、またこれから一緒にね走らせてもらったら、もうぜひぜひぜひ、本当に、いやいいですね、かっこいいわ、じゃあまたね、今度は行きましょう、あっちこっち ね行きましょう、またよろしくお願いいたします、今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、行きます、バイビー、バイビー。
ちょっとパクらんといて、パクらんといて。いや、もうやんない。くだくだ。オッケー。